さてさ、ショコラでございます。晴れてますけど風が冷たくて、半袖の方はなかなかいないですね。僕も羽織物着ちゃってるし、3連休がねもうじき来ますけれども、曇り雨はちょっときついなと。どうせだったら晴れてくれというようなことになりそうですよ。まあ、仕事があるんですが、今日久々にお昼のワイドショーとは言わないのかな、まあ、帯番組昼なんですとバイキングの時間ですよ。ていうかこの2つはそもそも全国ネットなのかちょっとわかんないけど、気分転換に見てたんですけど、まあこれダメだつまんないと思っちゃって、でまあ車を走らせたので、お昼ご飯でも買いにとかコンビニとかスーパーとかブラブラしながら行こうかなという状況ですね。あんま批判するつもりはありませんけど、バイキングは特にあれデジャブって思うぐらい、まあそうか、だからちょっと言い方が難しいけど、一つのことを掘り下げて掘り下げて、集中的にやってるんでしょうけど、デジャブかなって思いましたね。なんか今日ねずっと同じことやってる気がしました。しただけ、内容は多分違ったと思いますよ。まあもう11月も近いところで、年末年始の過ごし方をどうしようかなんていう風に考えてらっしゃる方も多いと思いますけれども、かくいう僕もその一人でして、まああまり説明はいらないぐらい国民的、スポーツなので説明は省きますけれども、1.4、1.5、東京ドーム大会新日本プロレス、これねどっち行こうかっていうのがね、撮影日現段階であまりカードが決まっていない、重心サンダーライガー引退試合と、イブシコータ対、岡田和親のメインカード 1.4 までは発表されていますけれども、どうなるんでしょうね。まあとか言いながら、ずっと気にはしてますけど、だいぶ 1.4 の方がチケットがなくなってきている状態ですね。完売というものが多くなっています。ドーム大会は近くで見るというよりかは、どちらかというと雰囲気を楽しむ、いっぱいの人がいるなっていう雰囲気を楽しみたいので、僕は内藤のシングルマッチが見たいんですよ。で内藤の人気からして 1.4、1.5 でベルトに絡まないシングルマッチを組むことはまあないだろうというふうに踏んでますんで、でまだ分かりませんけど、現段階の僕は分かんないけど、内藤対太一のインターコンチの挑戦権をかけたシングルマッチも組まれるんじゃないかなという状況ですが、どうでしょう。しかも 1.4 は確か夕方会場開演、 1.5 はお昼過ぎ会場開演なんですよね。だから 1.4 のメインを張る岡田といぶしは、次の試合までがかなり短いので、3人タッグぐらいで出るのかなとか、でもそうすると 1.5 にもメインを持っていきたいから内藤はそっちかなとか、難しいね。でもまあチケット、まあ行かないっていう選択肢が一番気持ちいいんですけどね。ネット配信、確か同時ライブ放送みたいなことを言っていたと思うので、まあ、僕その会員払ってるんで、家でそのリアルタイムの時間に見ようと思えば見れるから、それが一番の選択かもしれませんね。でもそうすると 1,2,3,4,5 と5日間、これ多分一般的なサラリーマンの方も一緒ですよね。三が日が水木金みたいな感じで土日を挟むから、強制的に分かんないけど1月3日ぐらいまでは休みですよね。まあ、小売店さん別として、飲食店さん別として、どうしようと思ってね。私は雪が降るのかな、なんか台風でさ、台風で九州も関東もいろんなところが被害を受けてるので、またこれが次大雪でなんになったらね、大変だなと思いながらも、なんか降りそうですよね、そういう時ってね。なんか今すごい晴れてて、車を運転していてだいぶ暑くなってきたんですけど、この暑い中で雪の話をしている、すごい変な感じがしますね。ミスマッチだ。なんか4-5を新日本プロレスを行かずに自宅待機でっていうのが一番いい気が話しててしたので、ってなると三が日を外に出る予定を何かしら作らないと、仕事始めがすごい気持ち悪くなると思うので、出かけたいんだけどどうしようかな。なんか御殿場とかのアウトレットの初売りにでも行ってみようかな。でもそんな初売りで欲しいものとか出るかな。まあ、もうちょっと迷いながら 1.4、1.5 のカードを気にして過ごしたいと思います。ちょっとした希望は、WWE 所属で IWGP のインターコンチでも、まあインターコンチかな、一番彼が持ってたのは、中村慎介が帰ってくるって言い方はあれだけど、 WWE 所属で挑戦をしてきて、そのドリームカード、まあそれの内藤対
中村を見たいです。まあでもそれは実質的に 1.4、1.5 ではかな、いやかなうか 1.4 でやったとしたら 1.5 ですぐ防衛戦が始まるんです。もう可能っちゃ可能だね。その辺を期待しながら過ごしたいと思います。それではショーコルでございました。また明日ごきげんよう、バイバイ。